さあ、いよいよ。あ、山根さんちょっと来ていただいてます。スペシャルゲスト、山根さん。ポロガンの山根さん、拍手。いや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 。ちょっと今日出演者の皆さんも舞台に上がってきていただいてよろしいですか。もうちょっとシーラクの残骸がいっぱいあるちょっと参ったな。はい、まあね、もういよいよ、結果の発表が出たということなので、お、私本当に知りません。じゃあちょっと向こう側から、1番の、岡本くんと、あゆみさんの、水色の空、そして2番目が、あやむちゃんとももちゃんと、そして翔平ちゃん、北川翔平くんの、マカロニ事件、そして3番目が私、まあ、ちょっとピエールさんだけ出ていただいてツイスター、そしてあれ光る、サンドル光る、サンドルキャンドル光るわ。さっき電話しに行ったら電話しに行った。空気が読めてないよ。これが本当の KY ですよ、本当に。あ、来ましたかな。あ、発表を、B ステーション、 B ステーションの、オーナーであります、長崎さんに発表していただきたいと思います。どうぞ、B ステーションのオーナー長崎さんです。拍手。あの、私一応、発表お願いしますって言ったら、山根さんがドルルルってやってくれるんで、ジャーンって言ったら、1番が水色の春、あ、水色の空、エントリーナンバー1番水色の春、エントリーナンバー水色の空、水色の空、そしてエントリーナンバー2番が、マカロニ事件で、エントリーナンバー 3番がツイスターで、エントリーナンバー4番が、相棒となっておりますので、エントリーナンバー何番って言って、ユニット名、ユニット名はもう頭から聞こえてますか。わかりました。じゃあマジでちょっと緊張するんですけど、では心の準備は整ったようなので、私のね では、長崎オーナーお願いします。はい、じゃあ、ドリームマッチの優勝者は、ちょっと一つだけですか、あの、山根くんがチャー言ったら言ってほしかったんですけど、もうドロロロロロって言って、じゃあ、ちょっと相棒のお二人、かまぜん、じゃあ代表して、誰か受け取り係、リーダーどっちですか。じゃあもう、サンダルさんが、まあ特に、別に表彰状とかもございませんので、はい、おめでとうございます。賞金3万5000ゲットでございます。もう拍手。ブッチお金なかったけよかったね。仕上げに出るよ。これリアルです、リアルですからね。さっき所持金が120円だでちょっと下がっていただいて、まあ、もうこれで全部、過程が終了したということですけども、じゃあちょっとあゆみさん前に出ていただいて、あゆみさん来ていただいて、今日いかがでしたか。楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、岡本くんいかがでしたか。よかったです。そうですか、これ必要ですかね。代表しましょうか。じゃあももちゃん来ていただいて、今日いかがでしたか。今日はお腹が痛いです。どうしてですか。緊張して。まだ緊張してるんですか。ありがとうございました。ツイスター、ピエールさんどうでしたか。残念ですね。これで解散します。はい、そして、明卓優勝いたしました相棒、お金が手に入ったということで、それは嬉しい。以上をもちまして、ドリームマッチ2011アコースティックバージョンを終了とさせていただきます。大変長らく5時間6時間ぐらいですね、やらさせていただきました。長い間本当にお付き合いありがとうございました。またね、皆様の、好評が良ければ2012もやっていきたいと思いますので、また、どこかでお会いしましょう。それでは手つなぎましょうかね。あの、山根さん、あの、今日フォールカーいかがでしたか。あのすごい楽しくやらせてもらって、あの最後にね、やらせてもらって、もう本当に楽しくやらせてもらって、ありがとうございました。十分伝わりました。じゃあ、これで、全て終了とさせていただきます。みんなで手つなぎましょうか。もう文字に、はい、バンザイ、バンザイ、ありがとうございました。勝て
勝手締め方わからない。あ、しまった。